いただいてるんで、特にね、ここだ、あーだと紹介そうです。いや、ね、ワンマンをやってまだ一段とどうですか、変わりましたか、なんか変わりますね、まあ、鼻声でちょっとダメダメなんですけどね。ああ、なんか変わったみたいですよ。あ、そうですか。なんか楽しそうだったみたいで、僕もライブだったんでちょっと見れなかったんですけど、あ、いいいい、こっちはとてもなかったですよ。そうです、失敗しちゃって出なきゃよかったとまでは言わないけれども、はい、じゃあ今日はいろいろ後で、はい、いろんな人のセッションに行ってください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。1曲目ゼロという曲をやってみたいと思います。一筆で丸を作ってそこに何を見出せばいい。わけもなく仰ぐ空、その意味をもう一度巡らす。止まない雨を恵みとして、盾としての傘ならここに捨てていこう。空っぽなら何でも入るよ、扉があれば開けたらいいさ。真っ白なら好きに描いてみて、暗闇に光は見つけやすいだろう、きっと。ここから何でも見えるでしょう。アダマスゼロという曲でした。
今日ここに来るのにね、2時間は覚悟してきたんですけど、結構あの電車ちゃんと乗りついてこれてよかったなと思って、本当にこの1週間で、みんなもいろんみんなそれぞれいろんなことを考えてたと思うんですけど、自分はもう考えず大きな心で全部受け止めていこうと、そんなことに気がついた次第です。大きな心でという曲をやってみたいと思います。地に添える言い訳を探していた。僕のせいじゃないなんて誰にも言えやしないけど、こんなもんかため息ついて、時の川に沿って歩く。こんなはずじゃ空を仰げば太陽が目に染みるから、向こう岸を見てからでもきっと遅くはないだろう。今どこだ誰も知らぬ答えを探すよりもっと大丈夫、先へ続く足跡を信じたいから、ずっと先の未来を描こう。許そうと思ったことが一つあって、あのなんか電車でちょっと痴漢にあったんですよ。痴漢っていうかね、変態なんですけどね、あの朝ちょっと自分は朝帰りで超空いてる電車に乗ってたら、いきなり隣に
兄さんが座ってきて、あの習字園って知ってるって言われて、あの耳の中に指を突っ込まれたっていう超怖かったですね。でもそういう人も大きな声で許そうとね思ってるわけですよ。本当怖かったですよ。抜いて舐めたんでそれを望んでたんですよ。恐ろしいって思ったけど、びっくりしましたね。そういう日々予想外のことがありますよ。今日は本当は前回も出てもらったタナシューと一緒にベンチャーズを半分ぐらいやる予定だったので、今日も歌えないなと思ってたんですけど、タナシューもいろいろてんやわんやで、なんで今日はね一人で歌うのもなんかねいいのか悪いのかもう慣れてしまって、これが日常になってりつつあるなっていう風に最近思うんですよね。そんなあんなで恋する。果たして
ちょっと自分らしく生きたいってもんさ。先ほどね、ロッツさんも言ってたんですけど、3月5日に初めてワンマンライブをやって、まあ、その時に全部オリジナル曲で、14曲やったんですけどね、その時に、まあ、カバーをやるかどうかっていう、そのバンドメンバーとね、話はあったんですけど、まあね、潔く全部自分オリジナルで、やろうと決めてやったんですけど、今日は1曲カバーをやりたいと思って。セッションの話も出ましたけど、自分も結構、ね、いろんな人たちとセッションさせていただいて、その中の一曲でなんか見返したらすごくなんかいい曲だなと思って、あの Begin の曲なんですけど、 Begin の曲って全然知らなかったんですけどね、この曲はなんかおこぎで、 Begin の歌ってなんかカバーできないさそうじゃないですか、なんかあの風格があるから歌えるみたいなところがあるなと思ってたんですけど、自分なりに歌ってみたいなと思った曲です。未来の君へっていう曲です。
のために回るよ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 僕のために回るよ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 君のために弱気になる時は思い出して全てが回るよ同じ方向へ未来の君へという曲、いい曲だ。この曲は10人ぐらいで前演奏したんですけど、その動画も、YouTube の方にあるんで、未来の君へで、もしよかったら見てみてください。ではじゃあ最後の曲です。もうすぐ4月になるんでけど、なんかね、無事に桜を咲くのかなっていう、そんな今ことを考えたりもしますけどね。でも咲くんですよね、桜は。多分ね、多分咲くと思うんです。今日は最後までね、本当皆さん楽しみに来てると思うんで、思いっきり楽しんで無事に帰りましょう。あ、本当ですか。またロッツさんとかとね、一緒に演奏したいと思ってますので、最後までよろしくお願いします。ケイショーでした。ありがとうございます。最後、桜道でいきます。できない、その強さに僕はかなわない。
私も行こうじゃないか。君にしか見えない世界と僕の世界が重なるその時まで。激しい雨が降れば散ってしまうと知りながらも惜しみなく今を生きてみせるよ。また君に出会えるよ。ありがとうございました。 See you.